はいどうも。今日はね、ちょっと急に暑くなって、かなりいい天気なんで最終に来ました。で、今日の目標は青大将とかカナヘビとかそういう爬虫類系です。まあ一番の目標はヘビなんですけど、青大将を探しに来ました。いやー今日本当に暑いですね。急に暑くなりました。で、エゾハルゼミがね、いっぱい鳴いてます。もうすぐ夏ですね、本当に。てかもう夏か。うん。じゃあまあ探しに行きます。いや、どこにいんやろ。ヘビ採集なんてシーンから全然わからんな。てかヘビって見たくない時に限って見るような気がします。うん。いや、ヘビ苦手なんで、これでちょっととりあえず頭を押さえます。うん、ちょっと噛まれるのが怖いんでね。とりま茂みとか探すか。いや怖いな。できればちっちゃいやつがいいですね。いや結構いそうなとこはあるけどな。あ、虫増えたな。やばい。すでに開始から30分が経ちました。一向に見つからないです。結構厳しいな。こういう溝とかいそうやな。うん、はい、あれからだいたい1時間半ぐらい経ったんですけど、残念ながらヘビ取れませんでした。あの1回だけね、木がいっぱいあるとこに青大将っぽいヘビ見つけたんですけど、すぐ逃げられてしまいました。もうあの後ろの方しか見ることができませんでした。うん、やっぱりね、結構警戒心も高いし、なんか茶色かったんで木の色と全然区別できなくて、もう気づいた時にはもう下潜っちゃったんですよ。はい、2日目です。今日は32度あってかなり暑いです。五郎丸くんと探します。じゃ、木の板とこな。木の板はそこ。どうした？てか今日セミ鳴いてないな、暑すぎて。木のこの辺、そこの隙間におって逃げられた。この隙間、ここにおって。表面の難しそう。そう、いや暑すぎてさ、隠れてるかもしれん、マジで。とりあえずこの周辺探してみよう。ちょっと日陰探します。暑すぎていないと思うんで。おらんかな。
はい、取れました。これ多分ジムグリですね。かわいいね。え、かわいいけどさ、ジムグリゲット。あ、割とでかい。かわいい。かわいいけど触れへんな俺。ちょっと素手で触っていい？いいよ。かわいい。かわいいけどちょっと怖いな。怖いか。よし、2匹目も目指して頑張ります。次は青大将欲しいな。で、わらびもちくん合流しました。ちょっと最近頭おかしいんですよね、わらびもちくん。はい、森の中入ってきました。いるかな。青大将欲しいな、マジで。やば、これキノコや。はーい、違った。木の枝でした。ちょ、マジで俺ヘビ怖いから普通に。なかなかいません。もう結構日が落ちてきました。もう5時回ってるもんな。はい、なんかハチがいます。あ、飛んじゃった。はい、山ん中一周してきたんですけど、見つかりませんでした。なので今日はさっき見つけたところらへん見て帰ります。さあ、いるか。結構時間経ったからな。いや、ここで見つけてもいい。ここで見つけても捕まえられないんだよね。そうやねんな。いや、ここ降りるのは嫌や。紐に巻きついてた。一緒に紛れてた。いや、でも怖すぎやろ。これ全部蛇やったらどうする？俺多分腰抜かすで。いや、俺蛇が交尾してるとこでも腰抜かしそうになったな。蛇ってどうやって交尾するの？あれどうなんやろうな。どんな？みんなで一緒なんじゃ。やめろやめろやめろ。さあ、アナコンダなんて一回入れたら抜けないらしい。そうなん？なんか突起がついてるのって抜けないの。返し？そうそうそう。何そんな知ってんの？豚もそうやで。ドリル型やで。何が？そうなんや。でもカブトムシのあれ、あいつ結構年老いたらバカになって人の指でも出してくるからな。なんかあいつはボケんねんな多分。なんか動いてへん？動いた。そこにいる多分。いた？この木の下にいる。待って、絶対痛い。今ズズズズって言ったよな。痛い痛い。どっからってトンがある。いや、今絶対なんかいた。トカゲの可能性もあるけど。トカゲもあるけど。ここら辺おる。おるよ。上に上がってないよな。絶対いたよな今。絶対今いた。いや、なんかはいたな今。うん。いや、ここはちょっと無理やな。木だらけ。もうここが最後の本命。あ、ちょっとここだったの？そこの辺、この辺。あそこの斜面のところの。で、木の枝かなと思ったら、チルチルチルって下出してたからさ。蛇って確信した。いや、もうこのロープがさ、悪意ある。ま、はい、これエゾハルゼミの抜け殻ですね。あ、あっちにもある。ここにもあるわ。じゃあ今日はもう帰ります。一匹取れただけで十分やな。また後日青大将狙おう。